クニちゃんに負けたよ。またいずれ。またいずれ。あ、でも俺ちょっと仕事忙しいから。よし。当たりました。当たりました。早速使わせていただきました。あ、最近仕事忙しいからな。毎週水曜日いるくせに。確かに。始まりました。ユンチュンリーの話ですか。このカードは貴さんから聞いた話だとチュンリー側が対策できてないとしてないです。ああ、なるほどね。対策できてないチュンリー対ユンだったらユンの方が相当有利っぽい感じ。っていうこと、でもあれだよね、あのユン側はユン側でユン有利って言ってる人結構多いよね。そうですね。なんか私ユンが有利なのかもしれないね。うん。こんなもん。マジやっぱ一本目はユンが。そうだね、一歩目取れなかったらちょっとおつやな。そうそう、ユンガとしても厳しいですよ。一生の現役人だと全勝で近づけるんだね。そうですよ。そのゲージをどこに使うかですね。間違いない。間違いないっていうか、まあ、当たんないから。ボム1本目を使って、残り1枚。はい。2本目はマギーさんが勝ちました。親友は中間前のジリジリした空気感が。なると思います。なるかもしれないですね。中足が届くかどうかっていう距離が。ユンもね、ここから発動してもあんまり負けがないっていうのもあるな。あとそのもう当たればいいけどね。そうそう、ラインがこういう形が入ればちょっと回収が。いや、これが勝負ですか。回収できないのが勝負ですか。で、こうやってワンポジションステーションで始まる。助けてください。おっと、これは翔さんなら死しよう。落とさなければっていう話ですね。一本目は翔さんが選手ですね。マイク聞こえないですかね。あのプリヤにあの邪魔にならない程度の声にしてるんですけど。大丈夫っぽいかな。大丈夫ですかね。さすがの大パンループです。さすがの大パンループ。翔さんとっては大パンループと移動コード。ダイパンループと移動古木と回収できないの勝負ですか。ダメージは高い。ダメージは高い。回収ができない。裏剣さんが十先ガチが面白くて今度いらっしゃるということで。誰とやりたいの。そう、裏剣誰とやりたいの。ちょっと足りないと思いました。さあ、こうなると厳しい。やはり1本目はユンガーが選手してきます。こんなもん。そういえばゲージ果たして負けるのはまだマシマシだもんね。そうですね。1本持って2ラウンド目が始める。これ中央ショーポイント説明して、これうまいですね。ここはこれでしょう。これでかい。比嘉さんからマギー頑張れと声援が届いております。なんか電報みたいな。パラプロからも応援しまくってると声援が届いております。み
みんな見てですね。これで2本目はマギーさんが取り返す。これでコンボコンボですね。コンボですね。いやマジ俺クニちゃん選んだの失敗だったよ本当。もうちょっとね10対8ぐらいでいけるかなと思ったから選んだんだけど。最初やばかったですよ。たまに、ね、最初の2本で俺力つけてんだよ。フルパワーでした。フルパワーだった。見えてますね、自分が。これ本当いい勝負ですね。そうですね。勝負さんのダメージが長いんですよ。抜きさんから抜きさんから言い訳いいよジロー言い訳いいよお叱りをいただきました。これはあるのか白に投げるやはり1本目はユーカーが選手ですね。何か暴れしました。冒険が出ちゃいましたね。これ話かなんか出ちゃったんでしょうね。そうですね。これは痛い。これで、2対1ですか。ショウさんが2のマギーさんが1ですですね。3本目終わってショウさん2のマギーさん1です。ミスターさんから差し入れが。ミスターさんからドーナツを差し入れいただきました。ミスタードーナツが届きました。負けた人は食べちゃダメだよ。10席負けた人食べちゃダメ。食べちゃダメと思う。参戦参戦。じゃあ翔さんとマギーさんどちらかも食べられない。10席ガチドーナツマッチです。争奪です。言ってる間に1本目はやはりチュンリーガーが下出てますね。1本目は厳しいな。観客は食います。来てくれた人は食います。食ったもん勝ちです。ちょっと賭博をしている人がいますね。トトはダメですよ。トトはか。あーさっさって落ちた。これ逆に周辺成長きついな。しかし一夜取っているのでこれだと落としてもいいか。ゴムが2本溜まってますよ。これ厳しいですね。開幕前に飛びましたね。確かにいい度胸ですよ。なんとも言えないですね。さて宇宙がミトッとここで落とし、またまた振り出しに戻る。裏回り裏回りって言っても裏回りしか行かないですよ。ダッシュした裏にいるんですよ。そうですね。さっさ自信ダメじゃないですよ。そうですね。あー、強引の投げ。強気の移動投げですね。あ、一応チャットの方にも書いてくれてる人いるんですけど、一応録画残して、出てくれたプレイヤーは、欲しいというあの声がありましたら録画の方を、パソコンの方に残してあるので、そちらもお渡しするという形にさせていただいております。いらんわいらん負け試合なぞいらん。一緒に見ましょう。
一緒に見る感想戦する配信する。今後出なかった今後出なかった あ、そう、ここ出なかった。4本目終わってショーさん2のマギさん2、5分本当に高いですね。イエストのアーカイブで残りますよ。だそうです。あなたでも見ます。まずは1本目、ショウさんの運が取りました。鉄板ですね、最初は。ですね、5本目まで全て1ラウンドでショウさんの運が選手してますよ。それでもボブって言うんだからやっぱ最初は取らなきゃいかんと思う。そうですね、是が非でも1本目は取らなきゃいかんというカードなんでしょう。これはここなると地獄ですね。地獄だね。3回ぐらい読み勝つと画面の時間出していくんですか。画面上取れるわけじゃない。そうですね、その中に死んでる可能性もあると思います。バードですね。若干マギ中に右側が現実的には有利じゃないですかね。そうですね、ここに溜まりました。しかしまだ分からないですね。なんと厳しい。からのこれね、ズボンが途切れても補正切りです。相手は余計いないからね。これ補正切り成功と見せかけて白熱。白熱マギーが3本、翔ちゃんに翔ちゃんが2、マギーチュンに3ですね。終わって2対3。あれ、ニューってあれ、百裂のなんかできんのかね。上から刺さるのかね。厳しいじゃないでしょうかね、これは。あれ、当たんなかったら何か入りますか、メッサさん。メッサさん、先ほどの EX 百裂に対して出した場合は、牛丸はどうするよ、牛丸は。ああ、重ねればよかったということですね。まあ、イエスのバードと完全にだと重ねるしかないと。そう、なるほど。カーナーのゲージ強気のジャムレジャー。6本目も1ラウンド目は翔雲の選手です。ユンがゲージゼロで始まる相当厳しいと思うんですよ。そうね、まあ、たまったけど翔さんのユンがかなり強気の攻めでゲージモリモリ溜まりました。本当2手分かれる、攻めててゲージ上げるから逃げてゲージ上げる。そうですね、二分されますね。どっちがいいんだろうね。どっちもいいと思うけど。どっちも辛いですね。どっちも辛いよね。ユウガとしては。ここはね、翔雲が取り返す。3対3。本当にこれ五分ですね。三三ですよ。なるほど。六本終わって3-3。3-3。ジローさん、ジローさん、ジローさんです。ちょびっとしたらいきます。9時半。9時半です。どうする？じゃあ、ネスタさんと変わろうかな。ネスタさん。あ、ネスタさん次試合。はい、じゃあ、ちょっと戻ってきました。クニと僕で、ちょっと見ていきましょう。よろしくお願いします。はい、3-3で5分。すごいいい試合だね。凄まじい試合ですね。はい、
おっ、ちげ足が。ここで7本フィニッシュで初めて1ラウンド目、バギーチェリー選手。なるほど、全部今までは先に師匠が先制してると。何か起きるんじゃないでしょうか。スマホといったらこのカードと。そうですね、じゃない組み合わせ。準備員はもう避けて通れない再開ではもう絶対いるという必ず当たりますからね。しかもこの2人カラーイングもね、いいですよね。いいですね。ユンはこれは過去ニットが使ってた、はい、あの赤い帽子のカラーで、そしてマギーは師匠であるネキチュンリの色です。そうですね、はい、あ、おっと喋ってる間にすいません、マギーチュンリーが4ですね。ストレートで3対4、翔雄さんのマギーチュンリー4です。マギー、翔がと、そうですね、マギーが4ですね。あ、ジロー今日はありがとうございました。ジロー君がですね、今日仕事なので第一線にあえて入ってもらったんですが、今から仕事に向かいました。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、マギーバーサス翔はあまりやってないイメージがありますね。そうですね、最近ちょっとだけやったという話になりますか。はいはい、で最近やったぐらい。そうだね、それでかなりいい勝負だったんで、ぜひこの10先ガチバトルでやってみたいという、これお互い OK すぐ出してくれたんで、片方からのラブコールというよりは、はい、まあ2人ともやりたかったと。やりたい。はいはい、若手同士の一力作れる。そうですね、ちなみにジローはですね、国とかだったらいい試合できる自信ありますとか言ってたんですけど、大したことなかったですね。ただ一応まあ熱があるって言い訳してましたけど、そうそう、体調悪そうですね、マスクはしてますけど、はい、はい、まあそこはね、そうですね、はい、やめたれって言われた。さあ、そうこうしてる間にですね、現在1本目、翔が取ってますね。取ってますね。1ラウンド目、ユン側がかなり有利な組み合わせですが、そうですね、ラウンド3ラウンドになるとそれが逆転しかねないと。そうそう、全ポテンシャル通りました。これはいい勝負ですね。これが 4-4 4-4、接戦ですね。取られたら取り返す、はい、どちらかがこれ次勝ちました時点で席替えですね。さあ、5分9試合目、本当に5分ですね。しかも今日はあのですね、これみんなヤジ飛ばしに応援いっぱいしに来てねって僕ツイートしたんですけど、みんな家で見てて来ないんですよ。これどういうことでしょうかね。さあ、確かにヤジ飛ばす空気じゃないんですね、なんかこのガチバトル。そうですね、普通の大会とはまた打って変わってね、静かな。クリもすげえ真剣そのものだったからね、話しかけらんなかった。ガチですかね。そうですね、しますね。トゥエリブ対レミーなんてガチを見られる日が来るのか。え、来ると思いますよ。いつかあるんじゃないですかね。あると思いますよ。使い手少ないと言ってもいますからね。そうですよ、今日月曜日だからね、寒いしねって書いてありますけど、確かに確かにですね。ガチの空気をここに来て感じてほしいですね。そうですね、配信じゃちょっとわからない。確かに空気だと思うんで。はいはい。さあ、そうこうしてるうちに1-1 1-1 ですね。マギチュンリーが選手してからの勝因が取り返した形ですね。珍しい形ですね。先ほどのね、国対ジロも前半こんな感じでシーソーゲームだったんですけどね、後半国が一気に3ゲームぐらいいった感じですからね。ジローさん役力尽きたと。なるほど、最初の2本で力尽きたと。なるほど、5先だったらよかったんだね。そうですね、まあ言い訳ですね。しのいだらでかいんじゃないですか、これは。だいぶ、おっと、中足が刺さりました。
被害吹が水曜日来ますが、これガチバトルに参加するじゃなくて水曜日の配信に遊びに来てくれるってことですよね。フリープレイに来ますってことです。はいはい、ありがとうございます。さあこれは分からない、まだ分かんないです。わっとここで席替えですね。前半折り返してですね、マギーが1本リードしてるシーソーゲームです。完全なシーソーゲームですね、これ。フルカウント、はい、フルカウント。じゃあ席替えの方お願いします。醤油に、あ、タバコとか吸ってもいいっすよ。マギー中リコは、あ、クニさ、関係ないけど禁煙してんの？いや、あれはなんかツイッターで面白そうだったんで、はい、やってみたら、はい、自分の生まれた日数が出ましたね。なるほどね、どうでもいいね。どうでもいいっすね、すいません。申し訳ないです。ツイッター汚します、すいません。申し訳ないです。すぐ解除します、ね、はい。さあちょっとですね、今前半戦終わって、先ほどはね連チャンで10試合やってもらいました、あの連続でしたけど、今ちょっと休憩挟みますね、 2,3 分。これはすごいですね。コクイさんもいらっしゃいました。これコクイさんも見てる。島パンは国井さんも見てますけど、龍の試合も終わっちゃいましたけどね、最初から見てたんですかね。いたんですかね。さあ、マギー、イケイト、ヌキさん応援してます。お、ヌキから応援入ってますか。さあ、どうでしょう。お互い集中した。OK? はい、じゃあお願いします。さあ、後半戦、折り返しの、5本、マギー5本ですね。そして、ショーが4本。あと、ここで中間、席替えです。サードプレイヤーはかなり見てると思いますね。これ僕ツイッターやってる始めたんですけど、はい、サードプレイヤーの人のつぶやきがこの配信見ながら喋ってます、みんな。来てくれ頼むから。凄まじい人見てますね、はい、しかし全然来なかった。そうですね、まあでも選手が、ね、みんな来てくれたんで、あの、よかったです。さあスタートしております。ちょっとここは僕もタバコ吸いたいんで、あのメスター先生いますんでね、次試合控えてますが、ちょっと変わります。さっきメスター大切はよって出てたんで、そうですね、リクエストありました、ね、僕解きます、はい、こんばんは、メスターです。こんばんは、よろしくお願いします。かなりいい勝負ですよ。そうだね、4対5ということで、ね、春運ですが、シーン一体で、シーン2本差がついてないもんね。そうですね、でもずっとシーソーゲームという感じです。でスタードーナツ、スタードーナツね、あといただきます。そうはね、ちょっとコンボが結構落ちてる感じで、そうですね、あの、アクリテリーが、はい、あんましてるんだけど、なぜかね、見てる感じ。そうですね、いくつかそういう点がありましたね。やっぱ10月となると、長く勝負なんてお互い、持久力も試されますね。そうだね、まあ、あとは、まあ、バレないように手を隠すっていうのも一つの手ではあるんで、そうですね、ワンパターンになるので、最大で19試合っていう試合数になるので、まあ、これできるんだけどやらないっていうのも、まあ、ここに醤油4対マギーチュンリ6、ついに2ポイント差が開きました。これがこれからどう転んでいくか注目ですよね。お互い結構疲れる試合なんだよね、これ。そうですね、緊張しっぱなしですね。今はもともとミスが結構多いキャラなんで、普通に痩せるのもちゃんと締めてもらってもらえるんだけど、まあ、そのミスに対して他のキャラだと結構アラッキーっていう当たり方をすることが多いんだけど、チュンリーは比較的それが裏目というか、まあ、きっちり押し置きされることが多いんですね、咎められていると。チュンリーはね、一回ミスって変なライブシーンをされたのとかさ、それで一気に勝負決めるみたいな。あ、土曜日、ああ、ミスターズ2は、ちょっと一息っていう感じで、ちょっとお店のイベントとの兼ね合いもあるんですけど、ちょっと待ってくださいね。今週の土曜日、
今週の土曜ですね。はい、キムスターシーズは今週土曜日に行ってみます。今日はね、またちょっと各週ぐらいでやろうと思ってるんですけど、はい、まあ、一応まだ見てる感じで、毎回10人ぐらいの人が、そうですね、来ていただいてるのはベストかなっていう感じで、あんまり多すぎるとやっぱり見切れないので、ちょっと講師というか、そういう人が増えてきたら、もうちょっと増えてきてもっていう感じなんですかね。画面越しが本当に順番がきついんで、どう脱出するか、これは、まあ、かなり強気の保育士ですね。まあ、回しといて足元先だったとかなのかな、口に合わせたわけじゃない、と思います。聞こえないですか。これは減る、減るんですよね。あれが素晴らしい減り、6割減ってるんですよ。ユン側はね、端に行くまでにどこまでゲージをためられるか、端行った時に、はい、ちゃんと、取り越えられるかどうかっていうのが結構基本になってる。あれだけ1人目はそれを咎められるかどうかっていう感じで逃がさないで取り越す。そうですね。あとはこういうユン側の当たったらラッキーみたいな、そういう技出しに対してちゃんと押し落とすっていうのも結構大事なんです。投げる、そこ7-4ですか。小ユン4のマギーチュンリー7になりましたね。ここに来て3ポイントの差、ちょっとね、集中力が切れると一気に下がる。そうですね、前半の真相ルートは変わって3ポイントの差がついてます。関変わってからマジが3連勝。そうですね、関変わってからの3ポイント。行くのが強いキャラだけに、はい、疲れてると行きたくなるんですよね。まあ、ちょっとこれもきちんと先の大キックに関してはチワシに掘り決めていくと、ユンガーもあダメダメっていう感じで下がるようになるっていうのがまあ大体の強いんですけど、そこでまたずっと前に行っちゃうと結構同じやられ方をし続けるっていうことが結構多いですね。時には我慢が必要。そうですね、基本的にはチェンジ側が1試合で、2ラウンド選手1試合につき、はい、大体ホークスが3本までしかたまらないんですよ。1本たまるってことはあんまりないですよ。その分にどちらかが倒れている。そうですね、正しいですね、はい、なんで、まあ、3本で2ラウンド取らなきゃいけないっていう、はい、1ラウンドは、ね、2本使って強力な後の2択でいけばいいんですけど、もう1ラウンドはやっぱり強力以外で半分取らなきゃいけないっていう。そうですね、通常技でダメージを取っていかなきゃいけないと。はい、でそういうラウンドはユンガーとしてはチャンスですね。ユンガーチャンスですね、そういう通常技で戦わなきゃいけない。まあ、チャンスというか技の相性が非常に悪いので、はい、をチャンスと見ていつのがいいだろうか、シーンを見てたんですね。投げ返す、マンティが勝ってるのもあって出るだけが鋭くなってきた感じがしますね。強気ですね。この体力が残り少ないっていう状況が、そこまで有効じゃないんですよね。ガンプランクなので、体力が何かしやすいというのはあまり有効じゃなくて。有効じゃないです。お互いステゲーモードに入ってくる破壊力ありますね。これ、勝負4のマギチュンリー8ですね。ダブルスコアがついてますね。前半は翔勇が絶対1ラウンド目を先取していたんですが、後半になりまして、はい、マギチュンリーが1ラウンド目を取ることが多くなってきました、はい、これはどういうことが発生するんでしょうか。まあ、試合の今流れというか、今も決断当てにっていうんですけど、はい、前半は、まあ、見てた感じですけど、弱血を透かしてっていうのが今みたいなのが非常に良かったんですけど、はい、これが
当てに行くのかに、やっぱり、ね、釣りが前か下を入れるだけで取れてしまう、まあ、そういうやりやすさができたんです。ダメージも取りやすくなりますね。そうですね、雑鉄に対する反撃っていうのが、雑鉄だって分かってれば当然できるんですけど、中鉄と見分けがつかないんで、最初のモーションが。そうですね、見にくい技ですなんで、移動した距離というか、まあ、出た場所でターン出すしかないので、話が非常に難しいんですよ。遅れるとブロられてしまうっていう、そうですか、ちょっとアホな技なんで、まあ、それで相手の集中力を削っていくというのはすごい強いキャラなんですけど、それを、まあ、当てに行ってしまってるせいで、バディで結構楽に体力とゲージをゲットできてるんじゃないかなという気がしますね。なるほど、厳しいですね。はい、言っても強いというのはこういうところですね。これはしますね。しまう醤油、ここでポイント取り返して8-5ですね。8-5ですね。醤油5のマギチュンリー8、1ポイント取り返しました。ね、勢いに乗ってしまうと、これ5本とか10本とか結構キャラでもあるんで、はい、マジに油断は全然できないです、ね、まだまだ分からないですね。移動した部分も、スーパーリードリーグというところで、結構ありえないところから中断が入ってつながっちゃうんですよね。予測できない力の中断が非常に見にくいですよね。投げる、まあ、さっきはね、ちょっとこの回収コンボが今言ってないんで、ちょっと見てられるんですけどね。はい、ちょっと疲れもあるんでしょうか。ちょっと大きいのお願いするかなって気は少々ありますけどね。これ刺さる、これ弾けどうするかっていうのは結構ね、問題も困りますけど、勇気がいりますよね、自然には。行くのか行かないのかって、まず、ね、自分しか、自分しというか、自分の中での見立てが反省するので、これ刺される、ね、選択肢が結構難しいんですよね。これは死にますね、死にますね。そこでね、ほよほよ飛び乗るときに何をするかって結構難しいんですけど、はい、まあ、削りに行くっていうのもありですね。これ、醤油6連続ポイントで、はい、6対8ですね。醤油6のマギチュンで8、追いついてきました、醤油。流れとしては、はい、中央の方が大きい流れを読むのがすごい大事で、まあ、全般的にどうするか、狙う大きい狙いというか、まあ、まず逃げなのか攻めなのか、はい、あとは下がって、まあ、端に行った時に飛び越えようとしているのか地上に待っているのか、まあ、その辺を結構見る方がいいんですけど、はい、その辺が見れると、まあ、中央側は結構ゲージを稼ぎやすいというのがあって、ゲージを使わないで体力を減らせて、かつ自分にゲージ溜まって相手の体力が減っていくっていうのが大きいんですけど、逆に有名が一点で流行した時のリターンっていうのがすごいでかいんですよね。かなり大ダメージが望まれると。そうですね、例えば弱鉄しかしましたっていう時に、まあ、脊髄でやっぱり血圧をした人って多いんですけど、いますね、はい、これで血圧を取って、で、まあ、ゲージなければ、攻撃なければ血圧でしょうが勝って、まあ、ハザード、ウロライハザードになってきても、血圧最初に出すので、前振りできるので、4体はできますね。というのも、
値段的にかなり美味しいんですよ。その辺も読ませないっていうのがかなり大事ですね。さあ、これ決める。あそこでね、あのジャッパンタゲとか入ってるので、ESさんが一応知るんですけど、なかなかね、そこ見れないんですよね。殺すというのは、そう、芸人、基本的には芸人の芸人を意識してるんですよね。なかなかそこでね、EX さんが変えられないんですよね。どうしても EX さんと主体に戦うキャラではないですよね。そうですね。まだわからないですね。そうですね。になる前に一回発動したいんですよね。あれは我慢してよく見てますよ。うまい。ここでマギチュンリー9本目を取りました。リーチです。小46のマギチュンリー9です。あとがなくなりました、醤油。殴り合いですね。そうですね。ちょっと打たなきゃみたいになってしまったところをしっかり跳ね返されてる感じですね。最初はね、中盤、しゃがみ中盤の仮面を落とすんですけど、まあ、それにじりじり近づかれて、ちょっと忍びきれないなって感じになっちゃったんですよね。そこからの殴り合いに発展してしまった。最後のグロで一気に終わってしまうので、なんか崖なんですよね。すごい痛いのが入りますよね。これ本当に入る。シャシャうまいですね。ディープ。マギーチュンリーの勝利です。はい。セットカウントが10対6。さっきと似てますけどね、先ほどの、マギー・クニと似てますが16でマギー・チュンリーの勝利。おめでとうございます。最初かなりシーソーゲームだったんですが、そうだったね。4-4までね、筐体